ヨハン・クリスティアン・ラインハルトは、ドイツの画家、版画家である。ヨーゼフ・アントン・コフホと並んで、ドイツの古典主義の風景画の代表的画家である。バイエルンの抱フに生まれた。抱フの高校で学んだ後、教会の女祭の父親の影響で進学を学ぶが、美術に転じ、ライプツヒの美術学校でエーザーに学んだ。版画も学びドレスデンの展覧会に出展した。 1783年からドレスデンに移り、クレンゲルラに学んだ。1784年に、母親が亡くなりしばらく、抱負に戻るが、1785年に、ドレスデンに戻り、詩人のフリードリヒ・ホンシラーの友人になり、シラーの勧めで、ローマに留学することになった。1789年に、アンスバッハ公領の王子、カール・アレクサンダーの支援を受けて、 ローマに留学し、奨学金は1792年まで与えられ、ローマではカルステンスやヨーゼフ・アントン・コッホといったドイツ圏の画家たちと共に活動し、風景画家、1801年版画家として高い評価を得るようになった。1801年にイタリア人女性と結婚した。絵画や版画はラインハルトに名声をもたらし、経済的な成功ももたらした。 1810年にプロイセン芸術アカデミーの会員に選ばれ、1813年にローマのアカデミア・ディサン・ルカの会員になった。1825年にバイエルン王国の宮廷画家、フリードリヒ・ミューラーが亡くなった後、バイエルンから報酬を受け取るようになり、1830年にミュンヘン美術院の会員に選ばれ、1839年には、 バイエルンの宮廷画家に任命された。ありがとうございます。